こんにちは、アポロンのシェフ平です。漁期も近づいてきたということで、僕が所属する猟友会からですね、ハンターマップが、配布されました。ハンターマップは毎年配布されるんですけど、まあ、ほとんど一緒ですね。おそらく保護区の位置が若干変わってるぐらいで、ほとんど同じだと思います。広げるとこれぐらい大きくてですね、裏にはこういういろいろな情報が書いてあるんですけど、まあ住所とか電話番号、警察署の住所とか電話番号、あとは定数って言われる1日何羽取っていいかとか、非狩猟鳥獣とか取っていいものとか、ここら辺が書いてますね。あと禁止事項とか、まあここら辺は狩猟免許を取得するときに勉強してるので、まあ大体のハンターさんは頭に入ってると思うんですけど、気をつけないといけないのはですね、これですね。日の出日の入りの時刻、これは季節によって変わるので、大事です。で、狩猟1日の中で狩猟できる時間帯っていうのはこの日の出から日の入りの間だけなんですよ。で、それが12月1、2、3では結構違ってくるんですよ。で、12月と3月でもう30分の差がありますし、これはここに一応時刻書いてるんですけれども、僕は出猟日は毎朝朝刊で、日の入り日の出の時間を、チェックしてます。まあスマホとかでも見れるんでね、そっちでチェックしてもいいと思いますけれども、気をつけないといけないのは日の出より日の入りですね。こっちも時間過ぎてから、この16時17分を過ぎてから発砲してしまうと、もうこれ時間外発砲で捕まってしまうので、銃刀法違反で捕まってしまうので、この時間帯は絶対にもう厳守しないとダメですね。もう10分ぐらいに前ぐらいになったらもう撃たないですね。もう僕の時計ではもう17分だけど、あなたの時計では20分でしょうみたいな、そういう、誤差があるってトラブルの原因になるので、この辺は、きっちり守った方がいいと思います。前の動画でもちょっとご紹介したんですけど、このハンターマップの見方なんですが、特に難しいことはないんですが、この見方については誰も教えてくれません。その狩猟免許を取るときにも、教えてくれませんし、猟友会の先輩たちも聞かないと教えてくれないですね。ただそこまで難しいものではなく、こういうふうに、何かしらの色、線が引かれてるどこは何かしらの規制がかかってますよっていうことなんですよ。だから単純に言うと、何もないこの白い部分では打ってはいいっていうことなんですよね。ただこれが何分の1のスケールかわからないんですけど、大まかすぎるんですよね。で、全然この細かいところとかわかんないんで、そういう時は僕はスマホですか、スマホのマップで、見たり、この 3D とかでこう同じとこを検索してみたりしてますけど、まあ、こっちもね、こう拡大するにも限度があるんで、やっぱ実際現地に足を運ばないと、で下見しないと無理ですね、安全確認は。だから猟期前の安全確認は必要だっていうふうに僕は言ってるんですけれども、で、この航空写真もこれ何年前のこの写真かも全然わからないですし、この間の台風19号ですか？で、あれでも、ここら辺の、河川ってもう氾濫して、土砂崩れで、今工事してると思うんですよ。で、この間僕が下見に行った時と状況も変わってると思うので、これは気をつけないとダメですね。はい。で、そのハンターマップこんなでかいので、もう両刃でこう広げてると、もう強風で飛ばされてったりしまうの してしまうので、僕はこの行くところだけこういうふうに、折って、こういうふうに折って、こういう状態で、あと袋に入れて防水カバーして、こういうふうに見るようにしてますけど、まあ、それでも見づらいですよね。だからまあほとんど僕はこのスマホの方で見てますけど、まあ、スマホの方にはもちろんその保護区とかそういうの書いてないので、注意しないといけないですね。で、実際、もう本当微妙なところで、こういう細かなとこはどうするんですかって、猟友会の大ベテランの人に聞いたことがあるんですけど、まあ、これは誰も答えられないと。わからないと。
で、一応このハンターマップと一緒に配布されるときにこういうものがあるんですよ。こういうものが。で、これはこのハンターマップをこう文字で書いてるんですよね。文字で書いてるところがあって、こういうところがわかんないときは、このメッシュ番号のそういうところのこれを見なさいっていうふうに言われたんですけれども、はっきり言ってわかんないですって。何書いてるか分かんないです。もう、漢字がこう、何々何々、交差点からいたり、どうのこうの、ここからここまでみたいなことを書いてるんですけど、もう理解不能ですね。で、これも、領有会のお偉いさんに僕突っ込んだことあるんですけど、いや、これで、僕らの生命線なんで、もう分かるように、そういうのないんですかって言ったら、ない。でも、これも絶対理解できないですよね、って言ったら。お偉いさんも、いや、これ俺も理解できねえ、とかって言うんですよね。じゃあ、これ何のために使うんですかって言ったら、もし事故とか何かしらあった時に裁判になった時に使うみたいなんですよね。これを基準になんかやるみたいなんですけど、だからこれ一応大事なものなんですけど当てにならないです。はっきり言ってもう分かんないですもん。これほとんど見えますかね。これ何書いてるか分かんないです。もう日本語じゃないみたいですよね、本当にね。だからまあ両場の下見っていうのは現地に行って安全確認して、実際こういうところでも、住居があったり小屋があったり、アスファルトだったりそういうことがあるので、人通りが多かったり交通量が多かったりっていうのがあるので、実際行って何度か行って本当に打てるのかどうか、バックストップがあるのかっていうのも含めて何回も何回も行かないと本当危険ですよね。うん、危ないですよ。もう一歩間違えたらね、もう銃刀法、狩猟法違反で捕まっちゃいますからね。だから狩猟ってそういうリスクもあるんで、もう気をつけないとダメですね。今回は、ハンターマップのお話でした。以上、アポロンのシェフ平でした。